シシリアンヌは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、イゼール県のコミューン。デュティエール集落から眺めた、エギュイユサンシシリアンヌは、グルノーブルの南約60キロメートルに位置するトリエーブ地方の小さなコミューンである。この山村は、エギュイユ山のふもとに位置している。西は、ベルコール地方、東側はトリエーブ、高原、南側はディオア地方である。 都市川主に自治体面積の平地の上、平均標高1000メートルの様々な集落で行われている。しかしながら、標高は谷底にあるのかベルコールの高原地帯にあるのかによって大きく異なってくる。シシリアンヌはグルノーブル都市地域の一部である。その面積はベルコール地域圏自然公園の一部である。フランス最大の自然保護区ベルコール高原は、 ほとんどがこのコミューン内にある。地名の由来はおそらく、ローマ人の姓、シチーリオネスに由来する。最初のローマ人のビッダの一つの所有者であっただろう、人物である。トリエーブ地方、そしてシシリアンヌでも、ヤギの飼育が1860年から1914年までの間に非常に発展した。工芸やグルノーブルの手袋製造業のための革の需要に従ってである。 この突出したヤギの飼育はヤギの父から大量のチーズを生産し販売することを可能にした。2015年時点のコミューンの人口は284人で2010年時点の人口と比較して3.65%増であった。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。 それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。